今回こういう映像はもう確実に少なくともカワウソだっていうものが撮れたっていうことで、そういう今までの目撃記録、今までの目撃記録って何だろう、信憑性が薄いということで流されてきたものをもう一度見直す機会にはなると思います。おそらく対馬でもああっていうことで、実はあの時見たのはカワウソだったかもしれないとか、ああいうところでこういうものを見たんだけどっていうような情報はたくさん集まると思いますので、それをちょっと検証していくっていうのがこれからの作業です。これは成獣サイズですね。でかつお腹のあたりを見てもらっても、非常に栄養状態がいい、飢えていたわけではないっていうのが